I appreciate 高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能自己紹介の40、私がメソッドを誕生させるまで、生徒さんや保護者様の手紙。この動画では生徒さんや保護者様に送っていただいた愛について説明しています。ご本人に掲載の許可をいただいた上で、個人情報がわからないように年齢や性別、詳細は原文を変えさせていただいています。生徒さんや保護者様のお手紙。アトリエの先生、先生、毎週毎週ありがとうございます。腕は治りましたか？先生は私にとってとても親しく優しく、時に厳しい人でした。それにとても教え方が上手で、優しい教え方をしてくれます。なので教えてもらったことがすっと頭に入ってきました。なのでこれからもいろいろ教えてください。よろしくお願いします。それと今度四つ葉のクローバーを見つけたら持っていきます。穴場を知っているので、ぜひ押し花にしてください。11歳 W より、私からの返信、 W さんへ。 W さん、毎週毎週ありがとうございます。腕はおかげさまでだいぶ良くなりました。 W さんは私にとってとても親しく優しく身近な存在でした。それに小さな子にもとてもわかりやすくやり方や字を教えてくれて助かっています。怪我をした時にお友達と一緒にお手紙を書いて、折り紙のプレゼントもしてくれてありがとう。これからもアトリエの小さな子たちにいろいろ教えてあげてください。よろしくお願いします。それといつもネックレスを褒めてくれて、同じお店で買ったりしたね。またビーズが出たらあげるから、ぜひアクセサリーにしてください。ずっとずっと大切に思っています。大好きなあなたへ。いつきより。自己紹介41に続きます。最後までご視聴いただきありがとうございました。イラスト、絵や、ナレーション、高梨いつきでお送りしました。I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。